まだ F マリノスボールが続きます。崖がもあって今日は加藤蓮、さあロペス強さを見せますが、グローリー前方へ、そしてザヘリー、そしてエドアルドです。浮き球のパス、エウベル走り込む、いいところにエウベル、ただグローリーが体を入れる。さあ F マリノスが今度はコーナーキック、さあここは先に触れませんで、ただ拾っていきます。山根、効果奪えるか、グローリー、おお、ここはグローリーが見せてくれます。一気に持ち運ぶ、うっと引っかかったか、ここでファールがありました。ここは中の上中、そしてナムテヒ、左への展開、エウベル、加藤蓮も折り返す、コーナーキックに変わります。加藤蓮が少し高いし、おお、そのまま運ぶ加藤蓮、ロペスではなくまずエウベル、おっとグローリー、ただ加藤蓮。さあ前半残り時間で決定機、そして得点を目指していきたい F マリノスですが、エウベルに入って、ただグローリーだ、そして今野、うん、しっかりとその縦幅ですけど、おっとロペスに入ってチャンスになるか、グローリー、ただまだロペスで拾い直す。さあコーナーキック、グローリーが先に飛び込む、そして加藤蓮、そしてクロスが入ってくる、ニアサイド混戦の中でアンデルソン・ロペス、ロペスの右足でしたが、井上3人いるんですが、井上進入、そしてロペスだと、グローリーが打たせません。鋭いカウンターを見せた福岡、よく足残しましたね、あれ残ってなかったと通ってましたね。グローリーからザヘリー戻して、佐藤はトミートはできない、そのまま加藤蓮、さあ今度は上中、またエーベルに入る、グローリーとの競争、エーベルとグローリー、最後蹴り出していきました。いいですね、迫力のあるプレー、んーちょエーベル、おここもグローリー、でもエーベルの、ね、ギアもだいぶ上がってきましたね。